6月だよ、皆さん。もう半年終わった？2021年半年終わりましたよね、もう。あ、終わってないわ。終わってないわ。始まっ、ん？半年の最後の月が始まったってことかな。でもそう考えても早くないですか？なんかそう、あと1ヶ月で2021年が1半分終わるって考えたらあっという間だよね。そうだ、今月までだね。間違えました。似合うのギフトありがとう。ね、早いよね。そう、もう少しでお誕生日もあるので。わ、待って、何これ、新しいギフトだ。わあ、バラ、ありがとうございます。めっちゃ降ってきた。バラかな、これ。何？あ、わかった。ジューンブライドだ。ジューンブライドだ。そうでしょ、6月といえばジューンブライドだよね。みんな結婚するんだよ、6月になったらね。そうだ、私もお嫁さんに行きます。もうさようなら、お達者でな。ついに嫁に行く時が来たようだ。ファンクラブの開放は見てくださいましたか、皆さん。初見さん、今度会いに行くね。嬉しい、ありがとうございます。結婚式の花束、これブーケトスかな。ブーケトスのギフトみたいなの、ありがとうございます。ちょっと前髪の調子がね、悪いので。やっぱ前髪ってさ、大事だなって思いました。お父さん泣くだろうな。泣くかな。どうだろうね。こんばんは。花びらのギフトありがとうございます。けどまあ相手がいないことには結婚はできないので。あ、ハスの花みたいなギフトありがとうございます。なんじゃこりゃ。ハスの花かな。ちょっと待ってね。ありがとうございます。みつきちさん、みつきちさんと結婚ですか。みつきちさんはでもモテモテだから。モテモテなので、ちょっと私ではなく、もっとモテモテなので。わあ、鳥だ。鳥が羽ばたいていった。鳥のギフトありがとうございます。鶏肉じゃないか。ギフトありがとうございます。こんばんは。結婚式は名古屋でしたい？長崎でしたい？長崎でしたいです。いや、なんか私は別に結婚願望はないし、誰か結婚しようって言われたら
するって感じですかね。なんか結婚願望ないです。なんかよっぽどのことがない限りは。ないですね。まあ今日はちょっととあることをしたので、ちょっと目がねちょっとあれなんですけど、そんなわかんないか。まあもうちょっと、うん、そうね、6月は、春は別れの季節です。季節、奇跡じゃないや、春は別れの季節って言うけど、6月も別れの季節なんだなって思いました。Twitter とインスタのフォローお願いします。今ゴールデンベッドタイムなので、ゴールデンベッドタイムしながらお話ししますね。チームイーデンのために。大富豪しながらお話しします。15の、でもな、どうなんだろうな。今大富豪です。分かりにくいから、5の倍数じゃないと分かりにくいから、20分からやります。分かりやすさ命、分かりやすさ命で。でもね、私大富豪強すぎて、でも今日一回都落ちしてめっちゃクソってなったんですけど、大体の場合は強いですよ。結構強いですよ。負け知らず負け知らず。ね。大富豪頑張りましょう。いやなんかでもなんだろう、めっちゃスタンプで煽るのは良くない。煽らずに、煽り運転禁止法で仲良くしましょう。でも私は強いので忖度しません。手加減なしです。でもあわよくばメンバーと当たりたいなって思いますね。5の倍数なので。ちょっと後ろに書いとこうかな。でもな、後ろにさ、これをさ書けるとさ、 SNS のサイトが見えなくなっちゃうかな。見えなくなっちゃうね。もうちょっとさ、上にさ画鋲をさやったらいいのか。画鋲で、画鋲。20分に大富豪で押す。まあでも大富豪はちょっと早めに押した方がね、いいんだよ。今エントリー数1なので。大富豪の人口が多いから、大富豪の人は
入れた。私のファンの人もいないし、メンバーもいないし、なんならもうなんか S 対 K2 対 E 対研究生って感じかな。これは負けられないな。これで負けるわけにはいかない。絶対に負けられない戦いが始まった。私自分のアイコン持ってなくて、自分のアイコンがねもう一生当たんなくて、当たんないからゆうかたんさんのやつ使ってる。なんかチーム E、 同じチーム E だからかわかんないんですけど、なんか少しポイントが高いんですよ。なんかメンバーと当たりたいな、すごくすごく。縛るしばしば。勝てるな、こりゃ勝ち申した。いや、自分のアイコンが本当に欲しい。どれだけやっても当たらない。推しメンですって嘘だ。めちゃくちゃ10期なんか私ふと考えるんですよね。私のことを好きな人ってどのぐらいいるんだろうなって。なんかあんまりファンの人いないからさなんかいる人を大事にしたいけど、なんか離れていく人を結構見るから、なんかすごいなんか悲しくて。悲しいから小気味をつけとくわね。やっぱ男性って浮気症なんですかね。大富豪で上がりました。大富豪で上がったので、次も大富豪でやります。いやー、マジで男性は浮気症だよ。中にはずっと好いていてくれる人もいるけどフフフ。25分に大富豪で押します。やった、2週間連続配信です。イエイ。そんなことないよ、僕は8年も1世代よ。おお、誰推しなんですかね。2週間連続配信、イエーイ。珍しく続いてます。ありがとう、おめでとう、ありがとう。25分に押すね。篠崎彩乃さん、このよし、25分に押します。いや、ありがとう、みんなおめでとうって言ってくれてありがとう。
いやマジでファンの人当たんない。やっぱこのさ5の倍数でやってる人めちゃくちゃいるんだろうな。あえて嬉しいっていうスタンプめっちゃ嬉しいな。私もあえて嬉しいよっていう気分になる。私の2個目のスタンプは何だと思いますか？なんか昔すぎてなんて書いたかなって感じなんだけど、なんて書いたかな、なんて書いたかな、忘れた。だいぶ前だけんね、忘れたけど、何書いたかな、思い出せない。こんばんは、こんばんは。今どの辺まで行ってるのかな。まだ K2 だから E の順番が来たら出るかな。それか9期生は最後かもしれない。どういう順番でリリースされてるっけな。まあぜひね、あの出たらゲットしてください。ファンの人と対戦するのを目的にするならゴールデンベッドタイムは避けた方がいいかもね。ファンの人と当たるのが目的っていうだけではないかな。ゴールデンベッドタイムにポイント稼ぎたいから、しかもファンの人と当たったらあれだよね、負けたりするからさ、負けたり勝ったりしてさあれだから、まあ、当たったらラッキーだけど、でもいいよ、応援してる人同士当たるのはあんまり。あー、もう都落ちした、腹立つわ。携帯投げようかな。腹立つわ。携帯投げようかな。もう。都落ちほど悔しいものはないな。くそ。すいません、口悪くて。もう言いません、もう言いません、もう絶対言わない。でもねちょっとね、本気でねちょっと戦ってたからね、悔しくてちょっとねお口が悪くなってしまいました。申し訳ございません。次は30分に大貧民で押しますけど、まあなりつましてもいいんですけど、なりすましてもいいんですけど、なりすまさずに下克上をするっていう、下克上、あふえ貧民になった、誰か反則上がりしたから貧民になった。貧民ちゃんです。貧民ちゃん初めて、今日初めて貧民になった。貧民で30分に押します。なんか貧民ってやだね、リアルな私みたい。マジ貧民。
ほどは対戦ありがとうございました。だってありがとうございます。こちらこそ、ぜひいろいろフォローしてなかったらフォローお願いします。ふう、あーめちゃくちゃチーム S だ。これは勝ち上がりたいですね。でもな、革命を起こせない限りは私は勝てないんですよね、この手札では。もう悔しい。フォローしました、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。いやー成り上がりたいですね。明日って雨降りますか？明日って雨降る？雨は降らないかな。踏んだらいいんだけど。あとね、最近ね、皆さんさ、家にさ服のシワを伸ばすさものは持ってますか？洋服のさシワをさ伸ばすやつをさ買いたいなと思って。でも一人暮らしでいらないかなって思うんですけど。そう、アイロンじゃなくてなんかスチームアイロンみたいなやつを買おうかなって迷ってます。霧吹きプラスドライヤー、え、待って、それで伸びるの？もしかして。あると便利かな、買ってもいいかな。やった、富豪だ。貧民から富豪になった。そう、なんか自分の服がみすぼらしいなって思って、なんか古いやつだからっていうのもあるけど、シワがついとるけんかなと思って。だけんシワを伸ばしたら綺麗になれる、綺麗な服になるかなと思って。え、アイロンはいいぞ。だってお、アイロン買うべき。やっぱり次符号で押します。符号で35分になったら押しますね。符号で押します。いや、メンバーと当たりたいな。SKE48 大富豪は煽らない。あー、アイス食べたい。毎日アイス食べたい。
先輩と当たったら忖度。いや、同じチームの先輩、どうだろう。でもなんか忖度されても別に、どうなんでしょうね。どうだろう、忖度してほしいのかな。もうしてほしいんだ、先輩的にどうなんだろう。皆さんカウントしなくても大丈夫ですよ。今名前呼べないから、ランキング呼べないから、カウントしないでもコメントしてくれたら嬉しい。でもカウントが趣味の方がいたらごめんなさい。それは Amazon でアイロン2500円、そのぐらいなんですか。アイロンってすごい高いイメージある。そう、アイロン買いたいんだよ。でもなんかあれがいい、スチームアイロンみたいなのがいいかなって思ってるの。やばい、どうしよう。6月になったかな、必要なものを。あ、勝ち申した、勝ち申したよ。富豪になります。あ、大富豪になります。勝ち申した、ごめんなさい。ごめんなさい、都落ちさせちゃった。都落ちほど嫌なものはないだよねって思いながらも、ごめんね。やったやった。イエーイ、大富豪なりやがれ。なりやがれ、大富豪は終わらない。イエース。40分に大富豪で押します。こんばんは、こんばんは。口に色がない。ちょっと明日もう少し前髪切ろうかな。
前髪切ろうかな。あー今日もいなかった。ちょっと待って、緊急緊急。汗汗。ちょっと待って、キャさんが、キャさんが、キャさんが、よし、よし、あ、キャさんが。キャさんがね、 LINE してきた。よし、大富豪だ。キャさんが、キャさんが始めた。まあ今日はね、今日あったんだよね。次45分に大富豪で押します。もう頑張って早く反応したけど、ちょっとファンの人に負けちゃったかな。何番目かな、何番目かな。何番目かな。お腹すいたね。45分に大富豪で押しちゃいします。みんなキャさんのアカウントフォローしてね。自分もツイッターぐらいは残すかもしれないな。思う。なんかつながりが全部なくなるのって寂しいなって思うから。会えないね、メンバーに。
かなか。どうですか？やっぱツイッターとかやってほしいって思いますか？でもどうなんだろう。未来のことはわからない。メンバーに今日ね会ってないのよ全然。みはるんと対戦したよだって。今日はさとかほに会えた。さとかほさんに会えた。やっぱ皆さん遭遇してますね。やっぱり私は違う世界にいるのかな。メンバーに会えないです。本人登場ボーナスがもらえますもんね、メンバーと当たると。勝った。パチ申した。イエーイ、大富豪です。勝ち申した。勝ち申した。勝ち申した。やさん。50分にする。50分。50分に押します。いや気持ちいいな大富豪。え、なに？あ、やばい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 、遅れた、遅れた、遅れた。メンバー来い、メンバー来い、メンバー来い。あー。
来なかった。あ、でもチーム E 推しの人に当たった。これはワンツーフィニッシュしたいところです。やっぱ仲間に会えると嬉しい気分になるね。とりあえずチーム E の色のサイリウムでも振りまくっておこう。仲間ですよっていうね、意識をね、仲間意識を持ってもろて。君とどこかへ行きたいんだ。今日は生誕ティーを着てるよ。見えないけど。こんばんは、初見さん。こんばんは、来てくれてありがとう。ツイッターとインスタのフォローとルームフォローお願いします。メガネ。今大富豪しよる。目が大きくなりたい。いいねのギフトありがとう。ギフトありがとうね。階段しました。2021年じゃない、まだ来てない、古い方だわよ。今年のはミント色。やばい、誰かジョーカー持ってたら終わるんだが。パスしろパスしろ。やったー、かわいいのギフトありがとう。ギフトありがとうございます、感謝です。こんばんは、来てくれてありがとう。 SNS のフォロー皆さんお願いします。約束だわよ。約束だわよ。メンバーに当たりそうで当たらないな、全然。やっぱ私は違う世界線にいるのかな。55分。55分。します。なんかメンバーに会えない時ってとことん会えないよね。ほら会えなかったじゃん。悲しいね。いやー、これは、あ、でもこの人はチーム E だ。
チーム E な気がする。サイリウムをいっぱい振るとなんかいいことあるのかな。床用スタンプを持ってくれてるの嬉しいな。なんで買ってくれたんだろう、ヨカヨ。自分のシュタンプ使ってくれてるの見ると嬉しいよね。今大富豪なんですけど2がない。あなたにちょっと遅れてついてゆく、いつだってそんな感じで近くにさせて、隣を並んで歩けなくても構わない、時々は振り向いてみてね。早く自分のアイコンを当てて一押し力を1000越したいんですけどね。なかなか900何十で止まっちゃってて、あれが増えないです。前髪重いな。あー、宮古地、宮古落ちさせて妖怪押しスタンプ使ってくるの、なんですか。悲しいんですけど涙出ちゃう。敵なのか味方なのか分かんない。涙出ちゃう。頑張ってくれチーム E、頑張るぜチーム E。 煽ってますか。煽ってるのかな。煽ってるって思わなかったんだけど。煽られてるのかな。まあまあまあ、私も鬼じゃないので。鬼じゃないので許します。ちょっと皆さんコメントにいいねをしてください。あ、待って、もう押さなきゃだよね。ちょっと最後の1回消化します。ゴールデンベッドタイム。あ、チーム E だ、チーム E だ。仲間、仲間、仲間、仲間。仲間意識めっちゃ芽生える。この音って心地よくないですか。爪で携帯を押す音って。最近私 YouTube で、あの押しゆきさんの YouTube をねすごい見てるんですけど、あのセブンイレブンのおすすめのやつ見ました？
枝豆のお菓子めちゃくちゃ美味しそうだなと思って。本当に面白い。普通にもう YouTube 見るのめっちゃ好きで、あ、お水がなくなっちゃったいつも楽しく見てるんですよ。え、2じゃないよ。でみつきちゃん、え、みつきちさんやってた。そう、そういえばなんか爪とって、これも何なんですかね。何のためにやってるのこれは。何これはこれは何なの、何なんでしょうこれは。あれですか、耳に心地いいみたいな。大貧民で終わりました。え、そう、できるかっていうの動画でやったことあります、これできるって。悲しいわ、大貧民。せ、確かにこの配信を始める前まではあんなにも豪語していたのにな。負けるわけがないって。ちょっとアイコンガチャ引きます。またね、今回もここに私がいさせてもらってるので、なんで私いるのに出ないのって感じなんですけど、お願い、マジでお願い。自分、あー、虹色が1個しかない。自分来い。あーあー違った。ちょ、もう一回だけやります。ちょっとね、コインもね無限にあるわけじゃないけんね。虹色また1個だけだ。もう渋いて、メンバー特権でください。もうお願い。あー違ったもう一回だけ、もう一回だけ、一押し変えてみる。なるほどね。お願い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 。はっ、違った、出ないんですね。はい、はい、出ないんです、出ないんです、はい、出ないんです。もうダメでした、もう私はいない、私はいないんです。もうやけくそで革命しますね。今からちょうど革命できる手札があったようだ。今対戦してる皆さん、あ、でもな、この方チームイオシだな、チームイオシだな。ゆうかさんのカード使ってるから、これで革命起こして都落ちさせたらよくないか。自分が成り上がってしまったらダメかな。どうなんじゃろ。やめとくか。
となしくします、おとなしくします。もう私は負けなので負けを認めます。そう、助け合いは大事だよね。助け合いの精神で生きてる。くそー、自分のアイコンが欲しいな。もう一回やっちゃおう。ねえ、ない、金がない、金じゃない、あれがない。ガチャ沼にはまる。ねえ、またない、虹が。もう嫌だ本当に。なんで自分のアイコン出して出ないんだろう。悲しいよ。なぜか誰よりも優香さんにしたら一押し力が高いんですよね。持ってるカードが多いからかな、持ってる枚数が多いからかもしれない。ですね。なんかな、すごい偏ってるんですよね。自分だけ出ないようになってるんですよね、なぜか。自分だけ絶対出ないようになってるんですよ、これ多分。チーム E 負けてる。いや強いな、めちゃくちゃ K2 推しの方に当たるもんな。さすがです。
でもチーム E でテレビに出たいので、チーム E としてのね思い出をもっと増やしたいし、こんなね一致団結してやろうってね、とても素敵な機会だと思うので頑張ります。どうしよっかな、革命したい。チームでやってる、ありがとう。勝てそう。勝てそうな気がする。下克上。下克上します。お願い、ジョーカー出さないで。よっしゃ、下克上じゃなかったわ、貧民から大富豪だ。勝ち申した、勝ち申したよ、上がりました。貧民から大富豪はなかなか良いのではないでしょうか。なかなか良きじゃない。イエイ。引き続き引き続きゴールデンベッドタイムはなるべく大富豪配信とかして、たくさん配信しながらもだし、でも育成どうなんだろう。でもゴールデンベッドタイムは必ずできるようにしていきたいと思います。ダイヤのかけら、もう全然さアイコン出ないからさ、それだけはちょっと悲しいけど、まあ仕方ないですね。みんなで頑張ろう。わーい、ほののさん。
よし、じゃあ引き続き配信が終わっても、みんな大富豪やってくださったら嬉しいです。私も時間を見つけながらやっていきますし、まあ無理はせず頑張りましょう。コメントやギフトありがとうございました。6月ということでね、新しいギフトとかもできたようで、よろしくお願いします。今日も見に来てくれてありがとうございます。明日はサーヤの生誕祭。あ、お花、花束のギフト2つありがとう。じゃあまた配信するときは見に来てくださったら嬉しいです。ありがとうございました。おやすみ。